はい、本日は Adobe XD やろうぜ、すぐ使える Web デザイン Tips Vol.3 と題して、Web UI デザイナーの松下絵里さんとフロントエンドエンジニアでいらっしゃいます、加納健さんをお迎えしてお送りしてまいります。本日のプレゼントとお題のご紹介をしておきます。はい、松下さんの今お手元にありますご著書で、ございます。Adobe XD で始める Web デザイン&プロトタイピング、一歩先行く現場のスキルという、タイトルですけれども、こちらを1名様にプレゼントいたしますので、本日のお題、下に出ております。皆さんが今一番動かしてみたいものをハッシュタグ CC 道場をつけてツイートをしてください。Mac か Chrome ノートを新しいのが欲しい。なるほどね。はい。意味がわかんない。はい、っていうのも、はい、ありますけれども、何かこう静止画でこう止まっているものをXD で何か動かしてみたいよとか、今までは考えられなかったガンダムが動いちゃうんだとかね。はい、はい、自分の好きなキャラクターを。加納さんはなんか動かしたいものあります？背中の筋肉を動かしたいですね。いいですね。脊柱起立筋でしたっけ？こう詳しい。はいはい、動かしたいです。はいはいですね。はい、ことぶきちゃんは、はい、VTuber ことぶきちゃんは自分を動かしたい。そうですね。はい。ね、大きい宿題ですね。動いてます。動いてます。はい。動いてますよ。喋りますから、ことぶきちゃん。はい。はい。後ほど松江さんに1名様選んでいただきます。はい。番組の後半が終わる前までに投稿をお願いいたします。なんだ。脂肪を燃やしたい。あ、そういうのもね。わかった。はい、お願いいたします。はい、それでは、松下さん、佐野さん、早速自己紹介からお願いできますでしょうか。はい、よろしくお願いします。今私の画面に、お願いします。今私の画面に出ますでしょうか。はい、ありがとうございます。では今日は切り替えまして。松下絵里と加納健の2人でお送りしたいと思います。簡単に自己紹介させてください。松下絵里と申します。Web UI デザイナーで、講師業とですね、あと CSS ナイトイン大阪、そして Adobe XD ユーザーグループ大阪の代表をしています。で、先ほどもご紹介いただきましたけれども、去年の5月に Adobe XD の書籍を出しました。でこの、本の中でですね、実際にサイトを作っていくんですけれども、最後にそのサイトをコーディングしたもののデータも特典として入っているんですが、そのコーディングデータは加納さんが作ってくださっています。では、加納さんお願いします。はい、加納健と申します。私は今、フロントエンドエンジニアとして、仕事をしています。JavaScript と TypeScript が大好きで、よくコードを書いております。スライドめくっていただいて、はい、最近ですね、JavaScript コードレシピ集という本を出版いたしました。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。今日はこの2人で Adobe XD× モダンコーディングというテーマでお送りしたいと思います。そして今回お題にしますのが、破線の自動アニメーション、こちら1月の新機能ですね。そして 3D 変形の2つを取り上げたいと思います。はい。まあこれはでもね、松下さんの方で XD の技を見せていただいて、これでも実際コーディングできるのっていうところで、加納さんに作ってもらうっていうのはあったんですけど、今回は最新機能っていうことですね。そうです。今回は破線のアニメーション 3D 変形、便利だけどこれ本当に実装できるのというところが不安なところがあると思うんですけれども、今日はそこら辺をはっきりしたいと思います。はっきりしたい。はっきりしたいかな。はい、ということで前半はまず破線の自動アニメーションから見ていきたいと思います。はい、まず破線の言葉のおさらいです。破線はこういう点線ですけれども、線分と間隔でできていますと。ちょっと分かりやすいように間隔にも色をつけました。でですね、この線分を伸ばして間隔を縮めるということをすると、動きとしてはこう伸びたみたいな動きになるわけですね。これを XD で作っていこうとすると手順はこうなります。まずパスを配置して、アートボードを複製、そしてパスに破線の設定をします。そして自動アニメーションの設定をするという手順で X3 ではアニメーションを作っていきます。で、この破線の設定なんですけれども、さっき線分を伸ばして間隔を縮めるというのがありました。なので、線分を伸ばす。好きな値で伸ばす。で、その分、同じ値を縮めるので、0にする。というふうに、1枚目は線分0の間隔ほにゃらら、2枚目は線分ほにゃららの間隔0っていうふうにすると、うまいこといきます。まあ、ちょっとこの X がちょっとつきづらいなっていう人はですね、もう猫と思ってください。猫と猫に同じ数字を入れると。一回戻しますね。でですね、この X の値が小さい時と大きい時で与える印象が変わります。値が小さいと、こう細切れに細かくちょっとずつつながっていくような細切れアニメーションになりますし、この X の値が大きいと1本でグイッと描いたような印象のアニメーションになります。では実際に XD で、XD を使って見ていきたいと思います。はい、大変わかりやすいですね。はい、よかったです。では実際に書いていこうと思います。今ね、iPhone678 サイズの単なるアートボードを用意していまして、まずパスを書きますので、今回はね、単純に円を書きたいと思います。150ピクセルの正円を書きました。そして塗りをなしにして、まあ、線は好きな色にしておいて、見えやすいように線のね、サイズを10ピクセルにしました。このアートボードにパスを配置するをしましたので、アートボードを複製します。アートボードを選択して、コマンド D、Windows の方はコントロール D を押してアートボードを複製します。では次はパスに破線の設定をするですので、パスに対して設定していくんですが、1枚目は線分0の間隔ほにゃらら。まずは小さめに線分0の間隔40と入れてみます。見えなくなっても、はい、40と入れました。見えなくなってますけれども、ちょっと与えられると、まあ、こんな感じでちゃんと入っているのが分かります。で、同じく2枚目には線分を今度は40で間隔を0とします。じゃあ、つながっているように見えます。本当だ。そうですね。そして最後、自動アニメーションの設定をするですので、プロトタイプモードに切り替えまして、じゃあ今回は01のアートボードからこの次のアートボードに、トリガー時間0秒、このアートボードを開いたらすぐにアニメーションが起こりますという設定にしまして、トランジションを自動アニメーションにします。イージングを、スムーズにアニメーションが起こるイーズインアウトにしておいて、今回はデュレーション2秒をかけてアニメーションをしますという設定にしました。ではこれでゆっくりですね。ではこれでデスクトッププレビューを見てみますと、このようにちょっとずつつながるという、細切れのアニメーションになります。これが小さめの値を入れた場合です。まつり先生の解説すごいわかりやすいってコメント入ってます。よかったです。ありがとうございます。じゃあ続いて大きめの値を入れたらつながるなんですけれども、その大きめの値なんですが、今回はちょっときっちり計算してみたいと思いまして、今回150の正円です。150の正円の円周、つまり間隔のところに150のかける 3.14 って入れると、これちょうど円周分になります。そういうことか。松井さん、これ数式で入れられるんですね。そうですね。この XD のプロパティインスペクターは四則演算、足し算、引き算、掛け算、割り算ができるので、自分で電卓使わなくてもここで直接入りますね。150×3.14 と入力しました。150×3.14、直径 ×3.14 と入れて、今ちょうどぴったり円周分っていう状態ですね。で、こっちに0の471出ましたので、次は471の0って入れたらいいわけなので、はい、線分のところを471と変えます。で見てみると、はい、ぐるんときれいに回るわけですね。気持ちいい。ただまあこれ今回はきっちり計算しましたけど、ちゃんと測れないよっていう場合はちょっと地道にね300、400みたいな感じで入れていって調整するということもあります。うん、でこれでまあアニメーションはできたんですが、じゃあこれをコーディングするときに必要なものがありまして、はい、この XD ファイル自体もいるんですけれども、うん、今回であればこの円を動かしたのでこの円の SVG ファイルが必要です。うん、今この円を選択。ベクターデータですね。そうです。うん、なので選択してファイルから書き出しで選択したオブジェクトを書き出すんですが、ここでですねフォーマットを SVG とします。でスタイルはこれは内部 CSS の方が狩野さんいいんですよね。そうですね、内部 CSS にしておくと CSS の定義がSVG の形状と別に書き出されるので非常に CSS からコントロールしやすくなります、うん、アニメーションをするときはこの内部 CSS の方が作業しやすいとのことです、はい、そしてこのファイルサイズを最適化もチェック入れた方がいいんですよね。そうですね、ファイルサイズを最適化しておくと無駄な要素等が書き出されずに、小さいファイルサイズになるのでウェブ上で見たときに軽い画像として表示するより軽い画像として表示することができます。具体的にはレイヤー名が出ちゃうのでレイヤー名がこうひらがなとかカタカナとかだったりするとそれが SVG 上 ID として表示されちゃうのであんまりよろしくないので、うん、ここはチェックをアニメーションするときはチェックを入れるといいかと思います。でこれで書き出したものと XD ファイルを狩野さんにお渡しするコーダーさんにお渡しするという流れです。はい、はい、では続いて狩野さんからコーディングパートをお願いいたします。はい。ここでバトンが渡されるんですね。はい。いや大変わかりやすい。すごい。まさかここで演習の計算を入れるとは私もね最初ね半径かけるってしてあれってなってました。あ面積やみたいなあそうだそうだ私もちょっと算数やっといてよかったっていう演習ですね思いました。はい、YouTube のチャット側にもねまさかここで演習のってつぶやきがあります。はい。これ自分でできたらうっとりするなって、うん、いやでもこれちゃんと動かせるんですかうん、できるのかっていう一応ツッコミを入っときましょう。はい、はい、今画面見えてますよね。はい、見えてます。今ですね松入さんからもらったのがこのサークル .svg ですね。でこれをまず、はい、どういうコードになってるかっていうことをエディターで開いてみます。そうするとこのようなコードになっています。ちょっと見づらいですね。見づらいので開業します。はい、開業する結構長いですね。開業するとこのようになっていて、今回使うのはですねこの部分ですね。このサークルタグというものが先ほどの円を表しています。円の形状を表しています。でこのスタイルとかが円の色であったりとか太さであったりというものを表しています。はい、なのでこれをですねHTML にコピーします。今から HTML を開きます。これがHTML コードになっています。で、先ほどの SVG コードからこのスタイル部分だけは CSS の方に分離するんですね。今この HTML にリンクされている style.css を開いてここにですね先ほどのSVG の中に書かれていたスタイルとここに分離しました。で今この状態でどうなっているかっていうのを、ブラウザーで見てみます。今からこの HTML をブラウザーで開きます。はい、そうするとこのような円が表示された状態になりました。はい、はいはい、で今からですねこれに対して、先ほどのアニメーションをしていこうと思います。はい、うんで今ですね、先ほどの SVG コードをここに書いてで画面下がですね CSS のコードになっています。上が HTML 下が CSS です、うんうん、で先ほどの派線の表現なんですけれどもSVG SVG においてもその破線の表現ってすることができて、どうやるかっていうとですね、ここを囲んでいるこの G のクラス A タグに対してスタイルを設定していきます。A タグに対してスタイルを設定していきます。ここに、ストロークダッシュアレイというふうに書きます。うん、これが先ほどのですね、XD で言っていたその線分の表現なんですね。でここに例えば40と0というふうにすると、そして画面をリロードすると、はい、変わらないですね。変わらないですね。40の0だったらつながっちゃってるんで、はい、0の40とか、ね、2の40とか、そうそうそう。ありがとうございます。40、40にすると、はい、あ、よかったですね。はい、線分が40、間隔が40ですね。はい。でここを例えば20、20にすると線分のここ狭くなりますね。細くなりました。はい。はい、でじゃあ最初XD と一緒で、線分0隙間40にして全部見えない状態にしておきます。そして、線分がこう伸びていくようなアニメーションをするために。CSS でアニメーションするときは、まあ、ご存知の方もいるかもしれないんですけど、アニメーションプロパティというものを使います。アニメーションプロパティを使うと、ある状態からある状態までスタイルをアニメーションさせてくれます。これでどういう指定をするかっていうと、まずアニメーションの秒数を、指定します。今回は2秒ですね。はい、XD によると2秒ですね。そして、2つ目にですね、アニメーションの名前を書くんですね。LINE アニメーションっていうアニメーションしてくださいという名前を書きます。これ私が勝手につけてる名前なんで、例えば蚊のアニメーションでもウニアニメーションでも、キャットアニメーションでも何でもいいです。好きにつけてください。はい。今回は LINE アニメーションにしておきますね。はい。そしてですね、じゃあこの LINE アニメーションはどういう演出をするんですかっていうことを今から書いていきます。ここは@keyframesと書いて、でここに LINE アニメーション、ここの名前を書きます。ここの名前をここに書きます。で、どんな風なアニメーションをしてくださいっていうのを書くかっていうと、from と to で定義するんですね。これでここからここまでアニメーションしてくださいという風な枠ができました。この中に先ほどのストロークダッシュアレイを書いていきます。まあ、アートボードの1枚目、アートボードの2枚目みたいに考えるとイメージしやすいのではないでしょうか。はい。で、1枚目のところに、まあ、何も表示されていない状態で、後の状態のところに今度は40と0というふうに書きます。はい。完成形ですね。はい。これで画面をリロードするとこのようにですね。表示される。はい、ただアニメーション終わるとこの勝手に消えてますね、要素が。これは、アニメーションの、命令文がアニメーションが終わったら最初の状態に戻ってくださいっていう風なデフォルトの設定になってるんですね。なのでアニメーションが終わったこの状態で止めておきたいのであれば、ここにフォワーズという風に書きます。続けてください。はい。はい、そうするとこのアニメーションが終わっても残ってくれています。はい、これがぶつ切りの短冊切り。おまぎれ。はい。で、じゃあ次はあれを一本線にしていきたいんですけれども、仕組みは非常に簡単で、これも XD と一緒でですね、まず最初の何も見えない状態をこの円周の長さにしておきますね。471ですね。でここの1枚目のところも471、ここからここまで動きますよのここからここの部分、アートボードで言えば1枚目の部分、はい、でこの2枚目ここまで動きますよのところにまた471というふうに指定するとこのようになります。はい、ただなんかおかしいですね、この右から始まっちゃってますね。あ、本当だ。はい、これ上から始まるようにしたいんですけれども、これサークルタグを使ったときにデフォルトでこんなふうに右から始まってしまうので、こういうときはこの SVG タグを丸ごとですね回転させてあげればいいんですね。回転させるどうするかっていうと、この SVG タグに対して、トランスフォームプロパティというのを使います。トランスフォームプロパティというのは、要素を回転したり移動したりするやつなんですけれども、ここに対して、ローテート Z 軸に対して90なるほどっていうふうにすると、はい、ここから始まるアニメーションでっていうふうになります。はい、ちなみにこれ45度とかにするとこの辺から始まりますね。あ、そういうことか。はい。これでラインアニメーションができました。できました。はい。素晴らしい。すごい。もうYouTube のコメントがおーとかすごいとか語彙力がありませんなんていうコメントもあったりとか。皆さんコードを書かれるんですかね。このコメントいただいている方々は。方もいらっしゃいそうですね。このコード使ったことなかったですっていうコメントもありますね。なるほど。はい。はい。新たなコード書かない人も。この狩野さんの説明は分かりやすいですよね。ありがとうございます。むしろこういう仕組みになってたんだってこと。はい、では後半はこの続きと自動アニメーションにも引き続き教えていただきます。一旦 CM ご覧いただきます。はい。Adobe XD やろうぜ、すぐ使える Web デザイン Tips Vol.3 と題して Web UI デザイナーの松下絵里さんとフロントエンドエンジニアの狩野武さんをお迎えしてお送りしております。本日のプレゼントとお題のおさらいをしておきます。松下さんのお手元にございます。ご著書で、はい、ございますね。はい、Adobe XD で始める Web デザイン&プロトタイピング一歩先行く現場のスキルというタイトルでございますけれども、こちらを1名様にプレゼントいたします。今日のお題は、今日のアニメーションにちなんでですね、今皆さんが一番動かしてみたいもの、ハッシュタグ CG 登場をつけてツイートをしていただいてるんですけれども、結構来てますね。はい、彼氏の気持ちを動かしたいとかね。うまい。頑張ってください。結婚する気あるかどうかわからないんですって。完全に大喜利化してますね。大喜利化してますけど、はい。あと自分のサイトを動かしてみたいとかね、はい。お仕事に関わることもそうじゃないことも、はい。何でも結構でございます。はい。質問も来てますよね。パラメータを操作すれば逆回転もできるのでしょうかっていう質問がありました。はい、パラメータを操作すれば逆回転することもできますし、あとはそうですね、できます。はい。はい、できますよ。はい。できます。はい。はい、お二人の解説がすごいわかりやすいっていうコメントがたくさん入っています。はい。なんかね、わかりやすさに対しておーとかへーとかっていうコメントがすごく増えてきたんですけど、ぜひですね、今日のお題にも答えていただければと思います。はい。はい、ありがとうございます。それでは松下さん、はい、後半もお願いできますか。はい、かしこまりました。じゃあ私の画面をお願いします。はい、今切り替わります。出ました。おお、ひでこちゃん。はい。じゃあ今度はですね、イラストレーターで用意したこのイラストを動かしてみたいと思います。イラストレーターでイラストをコピー、まあこれ線のみで作ってますけれども。イラストをコピーしまして、XD のアートボードにペーストします。で、これがまあアートボードにパスを用意したっていう状態になっているわけですので、じゃこれを、はい、大丈夫ですか？はい。ですのでこれを複製します。複製しました。これね、いられ to XD だとちゃんとパスのままいきますからね。はい、ちゃんとパスが保たれております。はい、では複製しました。では今回はですね、ちょっと大きめに最初は1000分0の間隔を600、そして2つ目のアートボードでは1000分を600の間隔を、私のこれ数字見えてますかね。見えてると思いますが、はい、大丈夫です。はい。すいません。はい。もう一回しますと、1枚目が1000分0の間隔600、はい、で2枚目が600の0。600の0ですね。ではこれでプロトタイプモードに切り替えまして、じゃあ今回はタップしたら自動アニメーションします。is in out で、じゃあ3秒かけてアニメーションしますというふうに設定をして見てみますと、このようにアニメーション浮かび上がってきて、はい、するんですけれども、今ね、顔の輪郭がちょっと他と比べて遅いですよね。長いですので、長いので、他の目とかは描き終わっているのにまだ描いてると。で、イラストによっては、例えばこの耳の端っこからアニメーションが始まってほしいっていう場合もあると思います。その場合はですね、イラストレーターに戻りまして、ハサミツール。ハサミツールでチョキンチョキンと耳の上を切っちゃいました。顎も切っちゃいました。そういうことか、物理的に。そうです。これでこんな感じで。起点を作っちゃうわけですね。そうです。で、もう一度持ってきまして、切った状態のものを持ってきました。はい。で、さっきと同じく入れていきますけれども、1000分0、もうちょっと短くなりましたので、間隔を300にしておきますね。で、1000分300の間隔0として、さっきと同じようにアニメーションの設定をタップ、自動アニメーションを3秒と入れてみてみると、今度は思ったところからアニメーションが始まると。なるほど。耳の上と顎のところから始まるっていうふうになりました。はい。じゃあこれを CSS で実装していただきましょう。はい。書き出しは同じ要領で渡したということですね。やっぱりパスを選択して、ファイルから書き出しの SVG です。はい。はい。じゃあ加藤さんの画面に、はい、今出ました。はい、ありがとうございます。先ほどの同じ要領でですね、SVG を開いて、HTML にこのコピペしたのが今現状のこのコードです。いっぱいこのパスタグっていうのが入っていますね。数が多いですかね。数が多いですね。はい、線がいっぱいあるので。で、よく見ると一つ一つに対してこのクラス A っていうふうに書いてますね。これも全部Adobe XD から書き出したときに自動でクラスっていうのをつけてくれるので、CSS を操作する人はこのクラス A に対してスタイルを設定していけば自由自在にアニメーションすることができるわけです。なるほど。はい、で今この状態で、また HTML を開いてみると、このようになっていますね。これは単に表示されているだけ、とても可愛い猫がですね表示されていますね。はい。じゃあ、ここに対して先ほどのラインがどんどん引かれていくようなアニメーションをしていくんですけれども、一見複雑に見えるんですけれども、実は先ほどの仕組みと全く一緒の、様式を使うことでできちゃうんですね。どうするかっていうと、最初にですね、もう一回出てきましたね、ストロークダッシュアレイで、0、100というふうにすることで、線分の長さ0、間隔100にすることでまず消えます。はい、で、アニメーションをしたいのでアニメーションタグを書いて、これすみません、ただ開業しているだけなんで1行で書いても一緒ですよね。はい、3秒の長さで、ラインアニメーションというものをしてくださいというふうに言っています。でちなみにこのアニメーションタグはもっといっぱいいろんな指定をすることができて、例えばこのイージングの指定であったり、イージングの指定を例えばイージングインアウトっていうふうに指定したりとか、できちゃうんだ。できますね。で、最初の画面開いたときに1秒だけ待ってくださいっていうふうな命令をしたりとか、こういったこともできます。はい。じゃあこの LINE アニメーションに対してまた同じようにですねアニメーションの指定をしていくんですけれども、ここも先ほどと一緒でストロークダッシュアレイで最初のアートボードの1枚目に当たるところですね、0100を書いといて、0100でいいんでしたっけ、0500でしたっけ、0300にしましょう。失礼しました。0300ですね。はい。0300ですね。はい。で、最初が0300。そして、どこまでアニメーションしますかっていうところは300の0というふうにします。はい。これで、画面リロードすると、はい。このようにですね、アニメーションになります。絶妙な。はい、絶妙な。ちょっとアニメーションを早くしたければ、ここの、はい、パラメータをいろいろ変えることで、はい、早くなります。はい。じゃあ、これでコーディングのデモは終わりです。はい。はい。はい、では、私の画面でお願いします。これを XD 側でもですね、ちょっとアートボードをつなげていきますと、例えばメインビジュアルが見えていて、こうスクロールするとアニメーションが LINE で始まるみたいな、こういった UI にも活用できるかなと思います。はい。では、派線アニメーションの実装のポイントのまとめです。まず SVG 吐き出すときはですね、内部 CSS、ファイルサイズを最適化にチェックを入れるのがポイントです。そして XD と SVG ファイルを渡すわけですけれども、その時にですね、デザイナーさんからサイズ、線幅ですとか、線幅、間隔、あとデュレーション、何秒かけてアニメーションするか、そしてさっき話があったイージングの種類なんかもお伝えすると、よりコーダーさんはコーディングしやすいかと思います。で、さっきから出てきてますね、ストローク、ダッシュ、アレイを、XD と値を揃えると同じようになるってことですね。はい、以上、線分アニメーションでした。派線アニメーションでした。はい、素晴らしい。すごい分かりやすいとコメント入ってるんですけど、皆さんこれちゃんとアーカイブされるので、ぜひ復習してみてくださいね。はい。はい。いやもうね、はい。そして今度は 3D。そう、もう一個あります。次は 3D 変形ですね。じゃあこちらはもう早速デモで見ていきたいと思います。これも新機能ですよね。そうですね。XD の方で見ていきたいと思います。今ここで出しているのが、今回のイベント、この CC 道場のカバー画像なんですけれども、実はここにも使ってまして、こういったiPhone の中に UI が入っているものを用意しているんですが、ここで早速 3D 機能を使っていました。ここにですね、3D 変形っていうボタンがありますので、オブジェクトを選択して 3D 変形のボタンをポチッと押しますと、ここにね、このギズモっていう、こういったちょっと変わったアイコン出ますけど、これを使うことでですね、簡単にこう 3D っぽく変形することができるんですね。楽しい。で、今回ちょっと下にね、影として同じサイズの角丸長方形入れてましたけれども、これを加えることで手軽にちょっと 3D 感が出るというのが 3D 変形です。では今回はその 3D 変形を使いまして、こういったね、カードを2枚用意しているんですが、これの表裏がペロッペロッと裏表めくれるような UI を作ってみたいと思います。わかりやすいように表裏っていう風に文字を振っている状態です。まずはこれを2つをこうやって重ねてしまいます。重ねました。そして一旦ですね、表のカードを非表示にしまして、裏だけ見えている状態に今しています。で、裏のカードを 3D 化して、ちょっとこのようにですね、マイナス180度回転して、くるっと裏を向いた状態を作りました。そして重ね順として裏は背面にあってほしいので Z 座標というところにマイナス1という値を入れておきます。ここちょっと後でポイントになります。でさっき非表示にしておいた表表示に戻しましてこっちはですね、Z の方にしっかり1と入れて表が今前面にで裏が背面にあるような状態を作りました。そしてこの2つのカードをですね、グループ化します。コマンド G、コントロール G でグループ化しまして、このグループの名前、今回はカードリストっていう名前にしておきます。はい、では、このアートボードを複製します。複製しました。複製しましたら、この2枚目のアートボードで、このカードリスト、グループ化した表裏のセットごと、また 3D 変形で180度回転させます。今回転したんですけれども、表が見えてしまっているのは表が前面にあるから見えてしまっているので、ここで表の Z 軸をマイナス1に、裏の Z 軸を1にすると裏がしっかりと見えてくれます。なるほど。これで、そうなんですよ。これでこう互い違いになった状態になってます。はい、ではプロトタイプフォントに切り替えまして、カードにしましょう。カードをタップしたら次のアートボードに遷移します。自動アニメーションで Ease In Out で 0.8 秒かけてアニメーションしますと入れます。はい、逆にこのカードをクリックすると1枚目のアートボードに同じくタップ、自動アニメーション、Ease In Out 0.8 秒と入れて見てみましょう。見てみでタップすると、どうなるんだろう。ぐるっと表裏がこのように 3D で裏返るアニメーションができました。結構ダイナミックに。面白い。はい。ではこれはですね、もう少し応用といいますか、まああとはですね、そんなに難しいことはしないんですけれども、まあ例えばこういう太陽と月がこのように回転するアニメーションであったりとか、はい。ね、お昼の背景を不透明度を下げるっていう風にして、こういう風につなげてあげますと。くるんくるんといったアニメーションを XD 上で作ることができます。はい、さあこれを実装することができるのか、今佐野さんお願いします。はい、やります。かっこいい。はい、受け止めます。はい、受け止めました。ありがとうございます。今ですね、先ほどの表と裏の画像をですね HTML 上に配置しただけの状態になっています。はい、これを3D の先ほど XD でどんどん 3D を作っていったみたいな仕組みを作っていこうと思います。はい、で HTML はイメージタグが2つあって、でそれを囲むカードリストタグがあります。これ先ほどのXD のレイヤーのカードリストというやつと同じですね。またそのさらに上にステージというものがあるんですけれども、こういう状態になっています。でこれで CSS を作っていくんですけれども、まずはこの一番下のですね、この黒い猫を回転させたいと思います。 3D 方向に。でどうやるかっていうと、このカードナイトに対してですね、またトランスフォームプロパティというものを使います。はい、でこれに、これはその要素を回転したり移動したりするというものというふうに言ったんですけれども、まずトランスレート Z で先ほど XD で1ピクセル方向をずらしていたりしましたよね。でそれをこっちでもやってあげるんですね。はい、これで奥に1ピクセルだけずらすということをやってあげます。でさらにここに、ロテーションと Y で例えば45デグっていう風に入れるんです。これデグリーの略、45度だけ回転してくださいという風な意味なんですけれども、この状態でリロードすると分かりましたかね。はい、きっと分かりにくかったと思うので、こういう時はですね、Chrome のデベロッパーツールを使って見てみましょう。今デベロッパーツールといって、この HTML をですね解析することができるツールがあるんですけれども、Firefox とか Safari にもついているやつ。ここで今ですね、先ほど書いたスタイルがここに書いてるんですね。トランスレート Z-1 ピクセル、ロテート Y45 でグッと。でここを最近の Google Chrome に入った機能なんですけど、ここをクリックするとですね、時計マークがこういうこれをするグリーンと。面白い。そんな UI があるの。すごいな。はい、これかなり新しい機能ですね。数バージョン前から入った機能で、こういうことしてちゃんと180度回ったっていうふうにできますので、はい、これでじゃあ180度にしておきましょう。はい。で、day の方は、明るい方は、これもトランスレート Z で1ピクセルだけずらしておきます。で、ですね、この、イメージタグ2つとも共通でカードタグというのが入って、カードクラスというのが設定してあるので、このカードクラスに対して、ポジションアブソリュートトップ0、レフト0というふうにすることで、リロードしますね。こう重ねることができるんですね。2つの要素をこうやって。はい。で、あとはこの2つを囲んでいるカードリストというものをくるっと回転させればいいんですけれども、今ですね、そうですね。じゃあ回転させていきますね。はい。回転させていくためには、はい、もう一回トランスフォームを使って、この、はい、全体を、はいはい、全体を例えば45デグリーとかにすると、はい、ちょっと回転したような感じになりました。はいはい、でちょっとおかしいですね、この裏側の画像がこっち側に見えてるじゃないですか、夜の画像が、本当は手前に行ってほしいんですね。はい、でCSS で 3D 変形するときのポイントの一つが、この3D 変形する要素を、今回はカードリストなんですけれども、カードリストに対して、このトランスフォームスタイル、プリザーブ 3D という風なのを指定します。これ指定すると、ちゃんとですね、指定した通りの、Z 軸方向の回転と 3D っぽい見え方になります。これ、最初おまじないみたいに書いていただければいいかなと思います。はい。はい、で、あとはですね、ここにホバーしたときに、くるっと回転するような演出をしたいので、ですね、ここの今、このカードリストのさらにあるステージクラスっていうのがあるので、ステージクラスに対してスタイルを設定していきます。で、ステージホバー、ステージにホバーしたときに、このカードリストの回転を、180度にしてくださいねというふうに指定しますと。はい。はい。で、こうすると、こう回転しますと。マウスが乗ると回転。はい。回転してるんですけど、回転してる感がないですね。はい、まあ、一瞬で回転してる。はい。この時に、トランジションプロパティというものを使うと、1秒かけて、回転してくださいねって命令ができるんですね。あ、なるほど。はい、そうすると、はい、このように回転します。あ、気持ちいいです。はい。ただ、はい、XD に比べるとちょっと奥行き感がないじゃないですか。3D 感がね。はい。こういう時にどうするかっていうと、これもポイントの2つ目なんですけれども、この 3D 変形するこのカードリストっていうやつのさらに親要素のステージクラスっていうのをつけてるんですけど、これに対してパースペクティブプロパティっていうのをつけるんですね。で、このパースペクティブっていうのがこの何ていうんですかね、3D の奥行き感とかを表現するためのプロパティなんですけれども、はい、これで例えば1000ピクセルの奥行きにしてくださいみたいなやり方をすると、分かりますか？なったなった。はい。あ、ついた。出ますね。ちょっとゆっくりしてみると多分分かりやすいと思うんですけど。このようにですね、はい、奥行き感がこれで出ます。はい、なりました。はい、こういうのをもっと奥行き感を出すと、面白い。こういう回転もできる。極端につけるとね。はい。はい。で、これが 3D 回転で、あとはですね、先ほどの松井さんがやってたように、この太陽と月の画像をぐるっと回転させたりとか、背景を夜から昼に変えるみたいなアニメーションを、同じようにどんどんつけ込んでいくと、最終的には、はい、こういったレイアウトもすることができるっていうところです。できてる、できてる。複雑に見えるんですけど、仕組み自体は一つ一つ簡単で、ロテーションで一個一個回転させていったりとか、そういったことをやっているだけです。はい。いや、攻略されてしまいました。はい。完成されてきましたね。はい。完璧にイメージ通りでございます。では私のしばらくコード書いてないけどまたやりたいですみたいな。ね、ちょっとできるんだって思い通りにできるんだってなりますよね。ね。はい。はい。私の画面になってるでしょうか。はい。今切り替わりますね。はい。はい。いけますか？はい、できます。できます。はい。じゃあ最後、3D 変形の実装のポイントです。今回は XD ファイルとですね、XD から書き出した画像のパーツ、PNG ファイルとか JPEG ファイルをコーダーさんに一緒に渡すことになります。で、その時のポイントとしてはですね、その画像の名前をちゃんときれいにつけるってこともそうですし、この画像はフェードイン、フェードアウトしてくださいねとか、カードは 3D 回転してくださいねとか、月や太陽は時計回りに回転してくださいねっていった、こういったちょっとした申し伝えもしておくと、コーダーさんも作業がしやすいかなと思います。ということでですね、XD 便利ですけれども、コミュニケーションがとっても大事なアプリだと思います。でもしっかりコミュニケーション取れましたら、今日やった発信アニメーションも 3D アニメーションも実装が可能ですので、ちゃんと使える機能っていうことが提唱されました。はい。では以上で我々のセッションを終わります。ご清聴ありがとうございました。素晴らしい。ありがとうございました。はい。やっぱりそうですね。デザイナーさんが、デザインしたものを世に出すときにどういうふうに、デザイナーさんとコーダーさんでコミュニケーションしていくのかっていうところの tips をすごいたくさん教えていただきましたね。ありがとうございました。皆さんも、これだったらできそうだとかね、X 軸っていうところは結構目から鱗だったみたいですね。はい。あれ最初なんで入れないんだってなったんですよ。裏表。ご自身で気づかれたんですか、それは。できなかったんで、あれってなりました。おかしいぞってなりました。はい、はい、ありがとうございます。指示書を見てみたいとか、いろいろ、はい、皆さんコメントもいただいてますけど、アーカイブでもぜひ復習をしてみてください。はい、ありがとうございました。では、この辺で、松江さんのご著書がもらえる、お題の投稿は締め切りとさせていただきます。はい、大蹴り状態になっておりましたけど、皆さんの動かしてみたいもの、はい、たくさんコメントをいただきました。ありがとうございました。後ほど、はい、松江さんに1名様選んでいただきますね。はい、ということで、本日は、ウェブ UI デザイナーの松下絵里さんとフロントエンドエンジニアの、鹿野武史さんにお話を伺ってまいりました。松江さん、鹿野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。この後、抽選コーナーです。はい、すごい美しいコミュニケーションでしたね。ね、もうこんなにね、デザイナーさんとコーダーさんが仲良くコミュニケーションできてると本当いいですよね。仲いいかどうかは分かりませんけれども。デザイナー冥利、コーダー冥利に。はい、いやー、今日はでも本当に分かりやすかったですね。素晴らしい。よかったです。はい、結構皆さんコード書くんだなっていうのも分かりましたね、今日はね。うん。そうですよね。はい、さんばっかりじゃなくて、はい。YouTube の方にもすごくたくさんツイートいただいてますね。チャットのところに。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。では、松江さんには、1名様、当選者の方選んでいただきましょうかね。はい。はい。はい。お願いいたします。はい。じゃあ、その間に、はい。中尾さん、イベント告知等々ありますか？はい。ですね、いきましょうか。はい。今日はね、XD 会だったということで、久しぶりに、Adobe XD ユーザーグループジャパンサイトに行ってみましょう。イベントやってるかなって言ってね。あ、なんと、Adobe XD ユーザーグループ、大阪、松江さんのとこですね。そうです。10日、はい。イベント、ございます。Adobe XD ユーザーグループ大阪、11回目になる、ミートアップですね。これちょっとだけ先ですね。4月10日になります。うん、はい。4月10日、お昼、土曜日なんですけども、お昼1時からという形になっております。Zoom で、オンライン形式で、これ、松江さん、東京の方も参加できるんですかね。はい、もちろんです。大阪という名前ついてますけれども、飾りみたいなもんで、どなたでもお越しください。ちなみにですね、今回、はい。いやもうね、今オンラインになっちゃったから、はい、どこからでも参加できちゃいますもんね。大阪人が大阪弁で XD を紹介してるみたいな感じで思っていただければいいかなと思います。はい。はい。出演者のプロフィールも出てます。沖縄登場です。そうです。XD ユーザーグループ沖縄の緑間夏美さんが今回出演していただきます。だから沖縄とかはい。これからちょいちょいこうやってね、地方の代表をね、こう引っ張ろうかなと思ってます。はい。これもね、ある意味ね、こういった状況だからできるというか、気軽にできるという。うん。で、沖縄に行くとか、大阪に呼ぶとかなったらね、それこそ交通費とかかかってきましたけど、今はこうやって簡単にできちゃうのでね、うん、今のうちにいろんな人と一緒にやりたいなと思ってます。はい。ぜひですね、まだ、いつも、友人ミートアップ紹介するともうほとんど埋まってるんですが、まだいけますよ。はい。4月です。ただね、これあっという間に埋まると思いますので、なるべく早く申し込んでいただければと思います。お待ちしてます。はい。そして今日はまたイベントページからちょっと拾ってみましょうかね。はい、ちょっともう終わっちゃったイベントもいくつかあるんですけども、3月に入りますと、動画内製化のセミナー、このセミナーシリーズ、すごい人気のコンテンツになっております。はい、ですね、あと、これ、ちょっと良くないですか、いいデザイン作り、イラストレーターは絶対必須、ワードパープにはない目から鱗の活用方法。ちょっとね、ビジネスドキュメントもね、少し、皆さんもね、普通に、オフィスを使って、いい感じのドキュメント作られる方もいっぱい出てきてますけど、さらにちょっとね、そこから抜きんでるには、こうイラストレーターとか使っていただくとですね、非常に説得力のある、デザイン要素の多い、ドキュメントが作れるんではないかなというところで、その技を、学んでいただくためのセッションになっております。はい、じゃあ割と私のような初心者向けっていうことなんですかね。はい、うん、なんていうのか、ビジネスソフトは使うんだけど、Adobe のソフトはちょっと難しいとかっておっしゃってるような方。最近だいぶイラストレーターのユーザーインターフェースもですね、どなたにも使いやすいようにこうどんどん寄ってきてるので、それを気軽に活用していただければなというところですね。はい。はい。そして、今ご紹介しているのはもうほとんど全部オンラインで無料で参加できるセミナーばっかりです。はい、もちろんです。はい。これ、先月もありましたけど、Adobe Stock 2021クリエイティブトレンドというセッションが3月4日。はい。これはお昼の時間ですね。ちょうど、ランチタイムにやっていただけるセッションになってます。はい。はい。こんな感じでですね、これもいいですね。ニューノーマル時代に期待されるクリエイティブの内製化。内製化ってやっぱり今一つの大きな、なんでしょう、企業さんの中での、ミッションじゃないけど、課題ですよね。はい。はい外注ももちろん使うんですけど、ある程度やっぱり内製化していく、あるいはもう会社によってはもう全部内製化、クリエイターさん抱えて、あるいは全然クリエイティブ職でない方にですね、ある一つで、フォトショップでとかっていうこともあったりするのかなとは思いますが、全然ね、怖がる必要はございません。こういったセミナー、を活用してですね、ポイントを学んでいただければと思います。はい。はい、動画内製化第5回。これ本当シリーズですごいですね。そうですね。はい。毎回すごい集客なんですけどね。シリーズに第6回まで、スケジュールが出てきておりますので、ぜひ申し込んでいただければと思います。はい。さあ、松江さん、はい、決まったかな？決まりました？決まりました。あ、よかった。じゃあ、発表しましょう。はい。この方になります。どなたでしょうか？どうぞ。画面が出ますか？出ました。マッキーさん。ディレクターの凝り固まった心を動かしたい。この人に決めた。この人決めました。おめでとうございます、マッキーさん。これ共感する方多いんじゃないですか。理不尽な命令があるのか、はたまたね、こう XD 使いたいって言ってるのが、もしかしたらダメだよって言われてるかもしれませんし、いろいろ考えられますけどね。なんかわからへんけどわかるになりました。ですね。あるあるなんですかね、やっぱりね。あるあるだと思いますね。ねえ、カノさんどうでしょうね。カノさんコメントでお願いします。いろいろ心を溶かして X で広めていただきたいですね。はい。はい。マッキーさん、おめでとうございます。見ていらっしゃるでしょうか。ハッシュタグ、はい、CC 道場つけてツイートをしていただけると、反応を、はい、いただけると嬉しいです。切実ですねっていう、はい、コメントもいただいてます。そうでございます。はい。結構、今日、面白いコメント、他にもありました。ありました。結構人が多かったですね。ほら、僕が今見えてるところだと、なかなか学校に行きたがらない息子と。迷った。面白いですよこれ。今日の大喜利。リモートで凝り固まった体っていうのもありましたね。動かさないといけない。めっちゃわかります。私も運動不足で悪くなっちゃって。マッキーさん反応がありましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、後ほど。今回は松入さんの方からの発送になりますので、またいつものようにクリエイティブクラウド道場アカウントとちょっとやり取りさせていただいて、こちらのアカウントになっておりますので、こちらとやり取りさせていただいて、マキさんさえよろしければ松入さんに送り先を届けますので、本を楽しみにお待ちいただければと思います。ゴリゴリにサインして送りますね。素晴らしい。はい。はい。残念ながら、当選とならなかった方も、今Amazonでも買えますもんね。はい。しかも今日までちょうど半額かな。あ、そうなんだ。Kindle 半額キャンペーンやってます。あ、本当だ本当だ。50% ポイント還元だそうです。今日いっぱいですか？じゃあ今日買いましょう。はい、今日いっぱいと聞いてます。はい、はい、チェックしてみてください。はい、ありがとうございました。では、中尾さん、来週も楽しみですね。来週の画面も作りましたんで、画面出してもらっていいでしょうか。じゃーん。はい、次週はですね、大好評、モーションデザインことはじめ講座ダイジェストということでですね。なんとAdobeコミュニティエヴァンジェリストが2人も登場する回になっております。豪華だな。すごい。大輔さん、はい、この組み合わせってちょっと意外じゃないですか？そう思いました。はい。はい、イラストレーターと動画ってイメージでした。はい、絶賛好評開催中のセミナーシリーズが、この、モーションデザインことはじめシリーズなんですけども、もうすぐ最終回を迎えるんですが、これイラストレーターを使っているユーザーさんのためのアフターエフェクツの講座になっておりまして、すごくないですか？今日もほら、松井さん、加納さんにやっていただいた通り、モーションっていうのはすごい流行ってるんですよね。だからその 2D 的なものを、こう動かして、こう表現するっていうのが、特にこのウェブに載せてそれを表現していくっていうのがすごく流行っていて、アフターエフェクツってもっと映画っぽい SFX 的なこともできるんですけど、逆に今度はイラストレーターで描いたようなコンテンツをこう動かして、表現していくっていうのがすごい新しいクリエイターさんの間ではものすごい流行ってるということもあるので、こういうワークショップをやってるんですけども、これのいいとこ取りっていうような形で来週は、CC 道場の方で実演してもらえるということになっております。はい、はい、来週も見ますっていうコメントも、はい、はい、いただいてます。心強いです。ありがとうございます。はい、なんとか浅野さくらさんのファン結構いらっしゃいますんでね。そうですよね。はい、私もはい、お久しぶりにお会いできる。はい。声援してください、ツイッターで。はい。今、マッキーさんからサイン嬉しいですってコメントいただきました。ありがとうございます。あと、本も今日買いますっていうコメントもあります。はい。ありがとうございました。はい。では、今日も最後まで皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。松下さん、加納さんもありがとうございました。ありがとうございました。また来週8時です。さようなら。はい。was fine. Wouldn't expect any more from this. The situation's in line with every story that I heard of the burning bliss. And I wait, trying to appreciate. And I wait, trying to evaluate. Was it something